久野智美は、日本のフリーアナウンサー、レポーター、タレント。大阪船屋川市出身。身長154センチメートル。血液型 A 型。ホリプロ所属。立命館宇治高等学校。立命館大学文学部心理学科卒業。大学卒業後、マイムプロ所属。2008年に上京し、ホリプロに移籍、2003年度準ミス立命館大学。 趣味は、鉄道、国内、海外ぶらり旅、動画ブログ、アロマテラピー、インテリアコーディネート、節約、お笑い鑑賞。鉄道チャンネルの番組出演時は、鉄道チャンネル局アナウンサーを名乗っている。鉄道ファンであるが、鉄子と呼ばれることはこのまず、新しい故障として、女子鉄と表現してほしいと言っている。子供の頃から、京阪電気鉄道が好きだったことが、 鉄道ファンになるきっかけ。国内旅行は青春18切符で巡る18切っパー。東京キー局の受験をする際もムーンライトながらに乗って上京した。マネージャーは南田雄介。鉄子の育て方の主人公、あずさのモデルとされている。また、海外に詳しく単身でフォトライターとしても活動している。2015年2月1日札幌発。 トワイライトエクスプレスに乗車したところ、東北地方の大雪の影響で15時間半の記録的遅延となったが、終点の大阪まで関のした。この件について後日デイリースポーツや毎日新聞の取材を受けるなどしている。なお、デイリースポーツの記事は、ヤフーニューストップになるなど話題になっていた。2018年10月には、初の著書、 鉄道とファン大研究特本私たち車両限界、超えましたを発売し、書店で南田と共に著書に関するトークイベントを開催。アナウンサーの仕事を始めた時に志した大好きな人、物事にスポットライトを浴びてもらうという目標を本という形で一つの車両にまとめてお届けできる幸せをかみしめております。と語った。2020年5月のタモリクラブ。 鉄道を制する者は受験を制す南関中学入試問題 VS、タモリ電車クラブでは、初登場でタモリ鉄道クラブ仮会員となるが、南関中学入試問題をただ一人、全問正解で正式に本会員になった。テレビラジオテレビラジオテレビラジオ,テレ,ラジオテレビラジオ、東部鉄道、西部鉄道北総鉄道、ありがとうございます。